ほほほほほ、よし、じゃーん、じゃじゃーん、メイドシャンでーす、イエーイ、メイドでーす、ご主人様、おはようございます。あ、ありがとう、ギフトコメントキラキラ、嬉しい、ありがとうございます。メイドです。可愛くない？この猫ちゃんも可愛いでしょ。おはようございます。可愛すぎるメイドで何も頼めない？本当？可愛すぎる？やった、嬉しい。朝からご主人様に今日はパフェを作りたいと思います。パフェ作りパフェ作りするよ。ありがとう、みんなギフトコメントキラキラ、めっちゃ可愛い、やったご主人様、ご主人様、ご主人様、送料ね、パフェ作り初めてかもしれない。配信でパフェ作り初めて。そう、ずっとさ、やってみたかったんだよね、エリオ。そう、ご主人様にずっと作りたかったけど、今日やっと作れるよー、イエーイあ、ほら、ありがとうございます、ご主人様。じゃあちょっとその前に今日のタイムテーブルのことを話したいと思います。なんと今日がですね、夜の部が昨日話したのとは変更しました。ごめんね、変更はさせていただきました。夜の部のタイムテーブルを変更しました。今日の朝はこの枠が8時までの1時間で、夜の部が2枠目が18時10分から18時30分まで、3枠目が19時20分から21時までに変更させていただきました、ご主人様。そう、でもね、もし今日もねお仕事があるんですけど、もし押した場合はまたちょっと変更になる可能性もあるので、ご了承ください、ご主人様よろしくお願いしますそしてミッションを達成してゲットできたキラキラ星100個と無料ショーゴールド、もしよろしければリオに投げてください、ご主人様ください。すっごく大きな力になっていて、一人でも多くの方にしてもらえるとすごく力になるので、皆さんぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします。じゃあ今日もみんなでチートるぞ、おーしましょうおーしますよ、いきますよ、せーの、みんなで1位取るぞ、あーご主人様見て、鈴が鳴るの、可愛くない？鈴が鳴る、しかもここに肉球がついてるんですよ、可愛くない？このコスプレ可愛いよね、肉球ついてる、ここにゃん、にゃんにゃんにゃん、ありがとう、嬉しいでね、今日はなんと今日入れて残りあと2日、明日がついに最終日です、キャーキャーこの可愛さは罪です。あ、ご主人様やられちゃいましたか、ご主人様、リオが可愛すぎて
やられちゃいましたか？そう。なのでー、明日がついに最終日ということで、皆さんあと残りイベントもちょっとなんですが、絶対に最後1位になって写真集を出したいので、ご主人様ぜひお力を貸してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ご主人様。ご主人様、今2位なんですけど、今日も配信1位で終われたらいいなと思うので、よろしくお願いします。それでは今日はね、この枠は8時までということで、早速ご主人様のためのパフェ作りをしていきましょう。イエーイ。イエーイ。リオツン、リオツンメイド喫茶オープンです。オープン、オープン初日です。ちょっと休業してて、そう、前にちょっと1日だけ開いたことがあったんですけど、ずっと休業してて、復帰、1日復帰ということで、1日復帰、1日だけ復帰します。ご主人様コメントお願いします。そう、休業してたんですよね。だからなんとスタンプカードも実はあるんですよ。ほりゃー。スタンプカードもあります。そう、リオツンメイドスタンプカード。そうだよ。そう、1日だけ営業してたんです。そう、1日だけ営業してたんですよね。そうそうそう、1日だけ営業してて、でちょっと休業して、でまた今日1日だけ営業します。そう、1日だけ、1日だけ。そう、あ、それではお帰りなさいませ、ご主人様。リオツンメイド喫茶でございます。今日はなんとご主人様のためにパフェ作りをしたいと思います。イエーイ。パフェ作りをします。で、今日はちょっとメニューが1個しかなくて、気まぐれリオツンパフェというパフェしか1個しかないんですけど、ご主人様ご注文は何になされますか？ちょっと1個しかないんですけど、ご主人様ご注文は何にされますか？何にされますか？オムライスは？オムライスはちょっと用意してなくてごめんなさいね、ご主人様。次までには用意しておくつもりです。つもりなんですけど、あ、パフェです。パフェでございますか？あ、気まぐれパフェでありがとうございます。じゃあ気まぐれリオツンパフェ一つ愛をチュメチュメしたいと思います。それでは少々お待ちください。ごゆっくり、ごゆっくりなさいませ。ごゆっくりなさいませ。ちょっと合ってるかわからない。はい、それではご主人様のためにパフェを作っていきたいと思います。今日はなんとリオの大好きなね、キャラメルのアイスがあるんですけど、それを使ったパフェを作りたいと思います。そしてリオの大好きなこちらバナナちゃんも使います。バナナちゃん、バナナちゃんは今からこの板でカットしていきます。カット、カットしていきますよ。カットして、でなんかホイップとかもあるんですよ。だからホイップとかもあるから、こうホイップをこうやってやったりとか、
これもチョコとかもあるからトッピング用のチョコスプレーだからそれを振りかけたりして、愛をこめこめつめつめ愛をつめつめのパフェを作ります。それではご主人様、愛をつめつめにするから見ててね。まずはバナナをカットします。イエーイバナナをカットしましょう。ちょっと緊張するな、緊張するな。じゃあまずバナナ、リオの大好きなバナナちゃんです。バナナちゃんでございます。ご主人様のためにバナナむくに、あ、メーナが、メーナが来た、メーナが来た、メーナのじゃないよこれ、かわいい、メーナないよ、ごめんね、メーナないよ、あ、メーナご主人様はないですよ、ちょっとちょっとね、ちょっと今ねないですよ、かわいい、めっちゃ尻尾振ってる、え、めっちゃ可愛いんだけど、やば。お座りしてる。そう、メーナはねバナナが大好きなんですよね。ないよ、ごめんね、ごめん、ないよ、ごめん、かわいい、バナナ剥けましたバナナ美味しそう。それではこのバナナをこちらでカットしていきますサイコパス見て、こうやって持ったらさ、ちょっとサイコパスじゃないちょっと怖いわ、ちょっと怖いですね怖いですね。あ、ないよ、メニュー。それではご主人様のためにバナナをカットしていきますよ。カットしていきます。ちょっとうまくカットできるかはわからないんですけど、カットしていきますね。え、斜めですよね、ご主人様。え、ちょっと合ってるかなちょっと作るのが初めてで。そうなんです、作るのが初めてなんですよね。ちょっと斜めに切っていきますね。え、怖い、キャッ合ってるのかしら、これは、これは合ってる、これは合ってるの。あ、でも合ってそうな予感がするわ、ご主人様。まあね、ご主人様愛のつめつめだからさ、まあどんな形だとしてもね、愛がこめこめだから大丈夫だよね。好き好きだよ、好きだよ、萌え萌え、キューン、カットできましたご主人様これで喜んでくれるかな。愛を伝えながらバナナを切ったから多分喜んでくれるはず。バナナカットできました。え、どうかな、これ合ってるのかな、カット上手。え、嬉しい、褒めてくれて、やったバナナカットしました。バナナ、え、みんな写真撮る、ご主人様、ご主人様写真撮られますか。チェキにしてもいいですよメーナ端っこあげるよ、メーニャ、メーニャおいで、こっち、そうそうそう、メーニャこっちおいで、メーニャおいで、バナナちゃん、バナナちゃん、バナナちゃんあ、バナナちゃん大きかったかな。メーナご主人様、バナナはどうですか、あの
リオが愛を込めて作りましたよ。メナコシリン様食べてますか、ね、勢いがすごかったよそう、メナバナナ大好きなのでね。食べた？あ、ご主人様食べたんでしょうね。うん、ありがとうございました。去っていったキラキラ星全部投げた。 ありがとうございます。ご主人様ぜひよろしければ、キラキラ星100個投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それではこちらバナナがカットできたところで、ついにパフェを盛り付けていきたいと思います。マナ、アイス取ってきて。そうなんですよね、こちらにバナナを移していきたいと思います。移していきます。どう。どう。どう。映せましたよ。いい感じですね、これは。さすが。さすがですね、これは。スクショタイム。ふふふふ、ありがとう。それではリオの大好きな大好きな大好きで仕方がないキャラメルのアイスクリームを紹介します。ご主人様に特別に紹介しますよ。特別ですからね、これは。これは特別です。じゃじゃん、ダブルキャラメルアイスクリーム。これ本当に美味しい。こんな感じでパックみたいになっててめっちゃ美味しいです。これはもう世界の中で一番美味しいアイスだとリオは思います。キャラメル風味アイスにキャラメル粒を練り込んだリッチな味わい。そう、今日はねリオの大好きなこのキャラメルアイスをご主人様にもお裾分けしたいと思います。ご主人様にお裾分けしますよ。それではついにこのコップに、コップ、お皿にパフェを盛り付けていきまーす。イエーイまだ空っぽですよ。何の仕掛けもありません。空っぽです。空っぽです。え、どういう風に盛り付けていこうかな。悩むな。え、そう、あのね、ソースとかもあります。キャラメルソースとかチョコソースもある。じゃあまずはこのリオの大好きなキャラメルアイスをオープンしますね。いきますよ。オープン。あ、オープン。じゃーん。あ、冷たい。あ、冷たい。じゃーん。こんな感じ。見える？こんな感じです。キャラメルアイシュそう、キャラメルアイシュこんな感じです。いっぱい入ってる。そうなんよね、いっぱい入ってます。
見えてるかな手元。あ、いい感じ。そう。そしてなんとね、こちらアイスをすくう、あのよくあるあるやつ、これこれもあります。なんとすごくないですか。ご主人様のために用意しましたイエーイ。それでは早速パフェを作っていきますね。ご主人様、ご主人様作っていきますよ。それではまずはこちらのキャラメルアイスクリームをすくってコップにしたいと思います。これね2個あるんですよ、ご主人様。このすくうやつどっちがいいんだろうな。こっちでいっか。こっちで作ります、ご主人様に。え、うまくいけるかな。ディッシャーっていうの？そうなの？知らなかったリオちゃんリオちゃん知らなかったよ。それではちょっと緊張するんですけど、あのしていきますね。あ、初見さんありがとうございます。初見ご主人様ありがとうございます。今パフェ作りをしているのでもしよかったら見てください。見てこれすごくない？ちゃんとした結構本格的なやつ。それではいきますね。え、できるかな。あ、結構柔らかいかも。え、待って、いい感じかも、いい感じかも。え、やばい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 。え、いいいいいい。え、待って待って待って。え、結構いい感じなんだけど、どうだろうこれは。ご主人様大好きですよ結構柔らかいね。ご主人様、ご主人様、できないな。あ、できました。それではこちらのコップにじどーん、豆乳豆乳豆乳、ご主人様豆乳しましたよ。こちらアイスクリーム、じゃあもう2個ぐらいかな、もう2個ぐらいすくっていきますねご主人様の愛をすくってこちらのパフェに詰め込んでいきますよ。え、リオさ、パフェあんま作ったことないからさ、どんな感じでさしたらいいのかわかんないけど、間に生クリームとか入れた方がいいのかな。そっか、間に生クリーム入れます。見てこれ、スプレーホイップっていうらしくて、すごくないですか。初めて使う。なんか斜めからしたらいけないらしくって、まっすぐこう垂直にしてやるみたいですうわ、音がする。初めてご使用の際はノズルが固定してありますので絵のように一度折り曲げてください。折り曲げます、折り曲げましたよ。そしてノズルを元に戻してよく振ってください。必ず缶を逆さまに垂直にして、よし。それでは初めて使うスプレーホイップ、え、いけるかな。いきますね、いきますね。あー、すごい、え、見て見て見て、え、見えるかな。
な、なんか全部が白くてさ、ちょっと見えないかも。え、見える見える、コスニー様ーうまくいったよホイップ。え、見えてる、初めてできた。え、すごい、え、すごいね、え、すごいすごいすごい。じゃあこちらにキャラメルソースをかけていきます、いきますね、ご主人様、ご主人様の愛を表現しますよ。大好きソースかけました。え、いい感じかもしれない、これはいい感じかもしれない、これね、もう天才かもしれない私じゃあアイスをまた丸めていきます。いきますね、ご主人様。あ、結構柔らかくなってる。おお、お、え、え、いいかもいいかも。え、待って、めっちゃいい、めっちゃよくできた。え、見える、めっちゃ丸くできたよご主人様。お、いい感じいい感じ。じゃあこれは続けて2個、もう1個丸めていきます。おいしそう、ご主人様、ご主人様も絶対好きになってくれるな、このパフェ。だってリオの愛がいっぱい詰まってるんだもんお、できたできた、こんな感じです、いい感じ、アイスたっぷりアイスたっぷりにしましたよご主人様。じゃあこの間空いてるところにホイップをね、あ、バナナのもあったバナナちゃんもありました。ちょっとバナナちゃんを間にちょっと詰め込んでいきます。バナナちゃんをちょっと間に詰め込んで、ちょっとねいい感じにしていきますね。バナナちゃんがヌメヌメしてて、ちょっと持ちにくいバナナちゃんを間に、あ、いいかもしれないこれ。バナナちゃんが逃げる手から、バナナちゃんですよご主人様。ご主人様バナナ好きかな、好きだよねきっとね。そう、バナナちゃん、できました、できましたできました、バナナちゃん、バナナちゃん詰め込みました。見える、この端っこに見て周りに詰め込んだいい感じでしょ、ほぼ白い、え、確かにほぼ白い系さ、なんかさどうなってるのか分かんない。バナナ朝ごはんに食べて、あ、ご主人様バナナ朝ごはん食べたんでしょうね、いいでしょうね。じゃあホイップをまだまだかけていきます、いきますよ、音がすごい、あ、え、見て見て、スタバみたい見て、スタバみたいなのできた見て見て、スタバスタバ見て、すごくない、いい感じじゃない、結構本格的だよ。え、リアちゃんホッピーうまい、やった、え、じゃあこれにちょっとバナナをまた追加して、バナナを追加しますね、フラペチーノ、ちょっと楽しすぎててんこ盛りにしちゃいましたね。あ、リオ天才かも、結構センスがいいかもしれません、これはこれはちょっとセンスがいいですね。お、いい感じ、バナナを周りに
干せました。いい感じ。そしてこの上にですね、このチョコスプレーをかけていきます。あ、まずソースからか。ソースをかけて、その後にチョコスプレー、ソースをかけていきましょう。おいしくなーれ、おいしくなーれ。え、やばい。え、めっちゃいい。見た目すごいいいよ、見て。見る。やばいこれ。え、やー。おいしそう。え、見て、見えるかな。これ見えてる？結構いい感じかもしれない。で、この上にこちら、これね、3種類あるんですよ。この真っ黒なチョコのやつと、よくあるこのカラフルなチョコと、かわいい、美味しそう。え、嬉しい、ご主人様。そしてこの銀色のキラキラの、あ、待って、反射して見えてないかも。銀色のキラキラのチョコがあります。じゃあ締めてかきましょうね。締めてかけていきます。締めてもうてんこ盛りにかけます。じゃあまずこの茶黒のやつから、パラ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 。じゃあカラフルなやつを、パラ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 。そしてこの銀色、もう DD だねこれ、 DD パフェだよこれ。パラ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 。あ、やばいやばいやばい、ちょっと美味しそうでしょ。思ってたよりも美味しそう。思ってたよりも。あ、マシマシで OK。 じゃあマシマシにしますね。もっともっともっとマシマシにしよう。もっとマシマシに、マシ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 、あーいもマシ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 。ご主人様、誰が好きなんですか？リオですよね。こんなパフェみたいに DD だったらリオ許しまへんよ。許しまへんよってさ。給食残したら許しまへんね。意外に成功？え、成功だよこれは。欲張りパフェ、そうだね、欲張りだねこれは。え、出来上がりました。なんと、イエーイ、出来上がり。気まぐれリオツンパフェの出来上がりです。ご主人様の愛こめこめ、チュン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 キャラメルパフェでーす。じゃ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 ーん、じゃ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 ーん。え、よくないですかこれ。初めてパフェを作った割にはなかなかの出来じゃないかと思われます。え、いいかもしれないこれは。じゃあご主人様に持っていく前に愛を込めなきゃ。前前キュー。愛を込め込め込めしました。あ、ほら、ありがとうございます。もうとにかく愛を、とにかく。コメコメしましたよご主人様。そら、さっき見たよりもっと美味しそうになってるでしょ。はい、それではちょっと画角を変えましょう。変えましょうね。少々お待ちくださいご主人様。
なんか不思議な感じ見て。よし。やっほー。やっほー。オッケーオッケー。いい感じいい感じ。いい感じですね。よし。それではご主人様、お待たせしました。じゃじゃーん。こちら何だったっけ。こちら気まぐれチュン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 キャラメルパイでございます。こちらご主人様のために愛をたくさん込めて作りました。じゃーん。結構良くない？いいかもしれない。これ愛をチュメチュメしました、ご主人様のために。じゃあスクショタイムしましょう、このパフェと一緒に。美味しそうでしょ。ご主人様、ツーショット撮りますか？うおう、撮っていいのか？撮っていいのか？はい、もちろんでございますよ、ご主人様。うおう、嬉しい、うおう。ご主人様、ツーショット撮りましょう。パシャ。パシャ。ご主人様、ちょっと暴れないでください、ご主人様。それではこちらのパフェちゃんをリオが食べていきたいと思います。ご主人様にあんしてあげましょうね。特別ですよ、ご主人様。ご主人様にあんをしていきますよ。ちょっとホイップがいっぱいだから難しいんですけど、あバナナが落下しました。キャー、大変だこれは。ご主人様すいませんね。というわけで、じゃあそれではご主人様、あー、ご主人様大きな口を開けてください。恥ずかしがらないで。あー、どうですかご主人様、美味しいですか？どうかな、リオちゃんが初めて作ったパフェは。あ、ご主人様の口に生クリームが取ってあげますね。それではリオちゃんもいただきます。これはもう勝ち組ですね、これは。勝ち組ですね。もうやっぱりこのアイス自体が美味しすぎて、もう本当に神だし、このね、上のチョコが結構しっかりチョコの味がしてめっちゃ美味しい。ご主人様どうですか、美味しいですか？あ、ほら、ありがとうございます。そう、美味しいですね、これは。これは美味しいわ。うん。ご主人様、バナナあげましょう。あー。
美味しいですね。ご主人様、リオにもあんしてくれましょうか。あ、してくれるんですか。嬉しい。あご主人様、美味しいです。これはもう大成功ですね。あうん、普通にうまそう。いや本当に美味しい。本当にやばい。これはやばい。売ってもいいレベルです。これはもう人気商品人気商品になる。ご主人様、リオの愛チュメチュメしたんだけど伝わってますか。え、リオタン、ご主人様、え、石崎様、マージンくん大好きたま、ありがとうございます。リオタン、ご主人様、リオタン、ご主人様もツーショット撮りますかね。イエーイご主人様、嬉しい。レオタン、ご主人様大好きですよ。嬉しい。レオタン、ご主人様大好きだわ、ありがとう。ありがとう。美味しいですね、ご主人様。今日は来てくださってありがとうございますね。美味しいですね、ご主人様。これはもう大切な思い出になりましたね。本当に美味しい。朝から幸せです、りょうちゃん。りょうちゃん朝から幸せ。ご主人様にも会えたし幸せです。すごく美味しかった。あ、よかったよかった、ご主人様が喜んでくれて。鼻先についてないですか。え、本当だ、いつの間に。あー、ご主人様、リオにあんするとき、わざとリオちゃんの口に、あ、鼻につけたでしょう。いけないな、ご主人様。こら。ご主人様、悪い子ですね。悪い子ですね。お仕置きですよ。ご主人様の鼻にもつけてあげましょうか。つけてあげます。じゃ。もう口がもう口と鼻がアイスまみれになりましたね。あ、拭いてあげますよ。あ、取れませんね。
ちょっとつけすぎちゃいましたね、ごめんなさいね、ちょっと加減はわからないので。おいしいですよね、ご主人様と食べてるからもっとさらにおいしいですよ。このさ、ホイップをさ、ご主人様の鼻につけてみたい。シューってシューってつけてみたい。さすがにしないけどね、さすがにしないけど。あーして、わかりましたよ、ご主人様。あー、だ、美味しい、リオが作ったこのパフェちゃん、パフェちゃん美味しいでしょ。あ、もう50分だ、ご主人様。50分でしょね、そろそろね。ご主人様、延長されますか、お時間。時間延長されますか。美味しいでしょ。おいしい。ご主人様、延長されてもよろしいんですけど、リオはねちょっとこのあと学校があるので帰ります。帰らせていただきます。えーってきた。そりゃあね、リオちゃん実は15歳なので中3なのでね、帰らせていただきますね。延長はおいくらですか。延長は1分につき1000円ですね。1分につき1000円となっております、ご主人様。お腹いっぱいになりました。あ、よかった、ご主人様のお腹がいっぱいになって。あ、じゃあ学校一緒についていく。ちょっとそれはちょっと NG ですね。まあ、だけ続きやってくれるのね、ちゃん。ウケる、ウケる。100キラキラ、あ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。それでは今日はね、ご主人様がリオツンメイド喫茶にご来店していただいたので、こちらのスタンプカードを押していきますね。あ、ご主人様来てくださったの3回目ですね。ありがとうございます、ありがとうございます。初めてお会いしたかと思いました。3回目だったんですね。それではこちらにスタンプを押させていただきますね。ポチ、押せましたよ、ご主人様。それではこちらスタンプカードが3つになりました。おめでとうございます、おめでとうございます。というわけで、またあと残りいっぱいあるので、またお越しくださいませ、ご主人様。それでは、いってらっしゃいませ、ご主人様。
四つ目の喫茶が終わりました。ウケる。あ、51分ですね。また来ます。え、嬉しい。ご主人様ありがとうございました。来てくださって、え、本当に美味しかった。これやばい。これは美味しすぎて半端ない。半端ないですよこれは。じゃあそれでは55分までスクショタイムをしましょう。そう、この格好だしさ、半袖だからね、寒い。でも暖房つけてるからさ、暖房でアイスが溶けてさ、ドロドロになってる。楽しめた？嬉しい。朝から腰痛メイド喫茶でした。やった。じゃあスクショタイム。猫耳。パーフェクトな朝ごはん。え、嬉しい。嬉しいな。間に合った。あ、ご主人様ありがとう。得意な真顔で散歩図くらい。真顔得意じゃないよ。ご主人様。毎日りょうちゃんのパフェ食べたい。え、嬉しい。嬉しい。食べに来て。毎日でも毎朝でも1日3食でもいいよ。かわいい。今日も仕事頑張れます。嬉しい。そう言ってくれて。ご主人様。頑張ってきてね。応援してるよ、リオが。ギャルポーズ？ギャルメイド。55分になりそうなのでそろそろ壇上読みますね。13位、たくさんありがとうございます。12位、りょうしーさんありがとうございます。11位、まさたかさんありがとうございます。10位、むかしからおじんさんありがとうございます。9位、よしこっこくんさんありがとうございます。8位、流れ者さんありがとうございます。7位、ゆずきちさんありがとうございます。6位、あそじさんありがとうございます。5位、たちてつやさんありがとうございます。4位、川端ずきしくんさんありがとうございます。3位、アポロンさんありがとうございます。2位、まゆかみおスティーブさんありがとうございます。そして1位は、ドゥル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 パン、レオタンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。朝からリオツンメイド喫茶にお越しいただきありがとうございました。ありがとう。
それでは次の枠はですね、2枠目が18時10分から18時半になっております。そう、あのお仕事があるのでね、もしかしたら変更になる可能性もあるんですけど、あの理想ではこの予定で行くのでよろしくお願いします。そして3枠目は19時20分から21時です。よろしくお願いします。今日もハイツ待って、やばい声が今日もハイツありがとう。そう、2枠目は多分車配信からになりそうで、あ、車配信になりそうで、3枠目は秘密なコスプレをしたいと思います秘密。じゃあご主人様に特別に全身を見せてあげましょうね。じゃじゃーん、かわいい。そうね、頭も猫ちゃん、猫ちゃん。細い？え、嬉しい。にゃん。にゃんにゃん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 にゃん。このフィギュア欲しい、フィギュアこれなくすと欲しくないイエーイ、いい感じいい感じ。今日ご主人様についていこうかな、ついていこうかな、ついていってもいいですか、ご主人様に。りょうちゃん一人で寂しいからついていっていいかな。ありがとうみんなギフトコメントキラキラありがとうございます。アクスタ欲しいですでしょね、でも多分無理ですねじゃあお家で夕方まで行くに待ってるから、ご主人様早く帰ってきてね、早く帰ってきてね。もうまっすぐまっすぐもうまっすぐもう寄り道とかせずに帰ってきてね、すぐに6時過ぎに待ってるから。リオメイド似合いすぎ、え、嬉しい。あ、59分だ。それでは次の枠は理想、もし予定通り行けば18時10分から18時半になります。ぜひまた見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日も1位で配信終われたら嬉しいです。みんなでリオツンルーム、みんなで団結して頑張っていきましょう。負けないぞ、負けないぞ。楽しみながら頑張っていきましょう皆さん。あと残り2日なのでよろしくお願いします。あと少しだけリオの思いが届きますように願います。それではバイツー。